この四半世紀で驚異的な進化を遂げた日本サッカーワールドカップ出場という夢は叶い、そしてすでにその役割を終えた。日本サッカーは強くなった。でもそのあと一歩先へ行くために、日本サッカーは今こそ死ぬべきです。ワールドカップ優勝という新しい夢を見る勇気はありますか？その新たな夢を叶えるため、世界一のストライカーを作り出す、それがブルーロックプロジェクト。始めようか。強化指定選手、なんで俺が。夢は夢で終わってしまいそうです。いつか日本代表のエースストライカーになってワールドカップ優勝するっていう俺のアホみたいな夢が。おめでとう、才能の原石どもよ。脱落した者は一生日本代表になる権利を失う過酷で理不尽なトレーニング施設ブルーロック。己のゴールを何よりの喜びとし、その瞬間のためだけに生きよ。それがストライカーだろ。生まれ変わるのは今だ。絶対生き残るぞチーム Z。 ピッチの上ではお前が主役だ。世界一のエゴイストでなければ世界一のストライカーにはなれない。こんなとこで終わりたくない。これは今までのサッカーアニメではない。熱くイカれたエゴイストたちの進化と覚醒をその目で見届けろ。生き残るのは俺だ。ブルーロック10月8日土曜、テレビ朝日系全国ネット沼アニメーション枠にて放送開始。